はい、堤幸太郎でございます。今日もですね、堤幸太郎のビッグバン、もちろんお送りするのはこちら、移動式自由自在全天候型録画スタジオビッグバン号より皆様にお送りしようと思います。はい、先ほどからですね、今日はですね、まあ雨がザーザー降ったりとか、ちょっと今のところ小康状態なんで、録画しようかなと思って、はい、カメラ回しております。はい、カメラ、そうそう、昨日登録してくださった九州、九州南国さん、はい、見てますか。はい、もう放送の私物化丸出し。はい、これからもよろしくお願いしますね。で、気になることあったらまた下のコメント欄にですね、バーっと書いてもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。今日のお話はって言ったら、何かって言ったら、パチンコ屋さんの話しようかなと思ってます。っていうか、私はですね、パチンコ屋さんにですね、パチンコをしに行ったっていうのは1回しかないんですよ。うん。で、900円だけやって、ものの何秒かで900円があーってなくなって終わりっていう、そういうことをやっただけで、じゃあ何のパチンコの話するのって言ったら、パチンコってね、お金もらえるんですよ。はい。ね、なんかシャーペンの芯だったんだけども、シャーペンの芯をその交換所っていうところを持っていくと、お金に変えてくれるんだよ。まあパチンコやってる人だったら、まあ、そんなこと当然だとかって思うだろうけども、まあパチンコ知らない人はそういうシステムになってるの。うん、パチンコってなんかだから現金を仲介しちゃいけないんだろうね。うん、ルールとして博打になっちゃうかなんかなんだろうけども、まあその鉛筆のシャーペンの芯が1000円とかになったりするの。とかって思って、でちょうどその時何をしてたかって言ったら、車のセールスマンをやってた時で、でまあお客様で、そのパチンコのその景品交換所っていうか、現金に換えるところの中にいるおばちゃんっていうのがお客様だった時があったんだね。うん。でパチンコ屋に行ったことある人は、それは腐るほどいるでしょうけども、パチンコのその、現金に換えるところ、ねえ、入ったことある人っていうのは、そうそういないんじゃないかなとかって、本当は入っちゃいけないんじゃないかなとかって思うんだけども、まあ、堤さんだから、お金盗んだりしないでしょとか言って、うん、しないから。って言ったら入れてくれて、なんかね、もう暗証番号がガー押して、セコムのなんかセキュリティがついてるの、立派なやつが、とか言って、でそこの中に入って、で何があるかって言ったら、金庫があったでしょ、でなんかシャーペンの芯がいっぱい置いてあったんですよ。うん。でその真正面っていうのが、向こうからは壁にしか見えないんだけども、こっち側からはマジックミラーになってて丸見えなの。うん。で、お金渡すところも、ちょっとね、こう、掘ってあって、だから、ガッと、手を出して、掴んだりとかできないようになってったりとか、するの。で、そういうところで、まあ、おじさんたちがですね、まあ、そのシャーペンの芯を持って、うろうろこっちに来るわけですよ。ほんで、はい、お金、はい、これね、とか言って、渡したりしながら、私に、まあ、お茶でも飲んでって、とか言って、うん、じゃあ、いただきます、とか言って、お茶もらったりなんかするんだけども、まあ、それはね、うん、なかなかないんじゃないかな、とかって思って、うん。皆さんもですね、パチンコをする人っていうんだったら、ああなるほど、その中そうなってるんだとかっていうのが分かってもらえたことだろうし、パチンコやったことない人っていうのは、ああそんなところも世の中にはあるのねぐらいのところで留めておいてもらった方がいいのかなと思います。はい。だってなんかパチンコ屋さんの壁とかになんか適切に遊びましょうとかって書いてあるけども、適切じゃない遊び方をする人っていうのも中にはいるんだろうし、うん、なんか過度に遊んじゃう人とかね、うん、でもそういう人もまああっていいんじゃないかなとかって思うんですよ。まあ楽しければね、うん、でまあその体験に対してお金払ってるわけで あるんで、うん、なので今日のお話っていうのは何かって言ったら、まあ
パチンコ屋さんの景品交換所の中はこんな感じでしたっていう話を唐突にしてみようかなと思ったわけです。季節感も何もないねでは次の動画でお会いしましょう。シャバドゥビアもシャバドゥビアダバダバダン。